ある漁村にて、俺の両親が体験した話。俺はそれらしい体験した記憶はないから、霊感はないと思ってる。しかし親は俺の霊感のおかげで命拾いしたと。親戚中に触れ回ってる。俺が2歳ぐらいの頃に、内陸県済みだった俺らは、隣の海有県へ旅行に行ってたらしい。広い敷地の某神社が、観光地として有名な地域だったが、人でごった返すその場所を、小さい俺を連れて歩き回って、昼に歯もうくたくたになった。どの店も混んでいたので、観光地の人混みを抜けて、歩ける範囲にあった小さい漁村に立ち寄った。そこで海鮮丼やらを昼ご飯に食べた。田舎の海沿いの観光地には、よく同じようなジャンルの、古い海鮮料理屋が肩を並べているが、この場所はその中でも規模が小さく、観光客よりは、常連の地元住民らしき年寄りの姿が目立ったという。この小さな飲食店街は海に面しており、岸壁から50メートルほど離れたその海面には、厳島神社を彷彿とさせる、鳥居らしきものが立っていた。今はこれですけども、今日の夕方には潮が引くんで、そこから降りていけますよ。と店のおっさんが鳥居の方を指して言う。それを聞いて便乗してきた周りの常連年寄り曰く、近くの人気観光地に隠れてしまったこの町の自慢だそうだ。初対面の店員や客がよく話しかけてくる店の居心地が、好きではなかった両親は、愛想だけはよく、ほとんど聞き流して店を出た。しかしせっかくのタイミングだということで、混雑のピークを過ぎた有名神社に戻って、数時間散策した後、夕方になってからまた漁村に戻ってきた。昼間の小さな飲食店街は、ラジオの音楽とおっさんたちのだべり声で、昼間と雰囲気はあまり変わらず、こっちに気づいたおっさんが手を振ってた。そして勧められた海の鳥居だが、天気と方向が良かったためか、水平線に沈もうとする夕日と、それに照らされた鳥居が、よくできた写真みたいな綺麗さだったらしい。そして、潮が引いて、昼間は見えなかった海底の砂が露出し、海水が水たまりになって夕日に光っていた。道を踏み外しさえしなければ靴のままで、鳥居まで歩けそうとわかる状態だったと、母は言っていた。干潮時の厳島神社の大鳥居も、そんな感じだと最近知った。この光景にいたく感動した父が、岸壁に据え付けられていた石段を降りて、鳥居の方へ向かおうとし、母は抱えていた俺を下ろして、カバンからインスタントカメラを出そうとしていた。その時母は俺の違和感に気づいたらしい。俺は母の袖を握り込んで降りようとしなかった。そして次の瞬間には鼓膜を破るくらいの、甲高い声を上げて泣き出した。もともとよく泣く子供で、近所にも響く声だったらしいが、その時ばかりは様子がおかしかったという。映画などで何かに襲われた女性が上げるような、瞬間的に大音量が出る悲鳴に近い声で、キャーと、息もつかず10秒は叫んだように感じられた。ただ、その時の顔の必死さと涙から、泣いている、と母は判断したそうだ。父もさすがにこの異様な声に驚いて母の方を振り返り、岸壁の上に戻って俺の様子を確かめに来た。母が俺を抱き直して、慌てたようにあやし始めるやいなや、俺はピタッと泣き止んで済ました顔をしていた。いやなんやねんこいつと、父が安心したように笑っていると、今度は父が足元の違和感に気づいた。見れば足首から下、靴の中と靴下までずぶ濡れだった。なんで?と思って振り返ってみれば、海は干潮どころか、真っ黒い水に満たされていた。石段刃先まで父がいた位置まで水があり、波の音もしっかりする。夕日に染まった赤い空と照らされた鳥居は変わらず、海だけが異様にどす黒かった。
夕暮れの空の色を映さない真っ黒い水面に、ところどころ白い波の泡が見え、水が足元の岸壁に、ジャブジャブと音を立てて打ち付けられていた。両親は赤い空と真っ黒い海で二分された光景を前に、呆然としていた。え？潮、引いてたやんな？引いてたし、引いてへんたら入らんし。父は自分が勘違いして、勝手に海に入って濡れたと思いたかったが、母も干潮の海を見ていたからわけがわからない。どうにか違うことを考えたかった父は、とりあえず濡れた靴下と靴を履き替えるため、昼間の海鮮丼屋に席を借りようと、海を望むその店に向かった。しかし数歩近づいてわかったが、人がいない。通行人も店の常連年寄り連中も店員のおっさんも、さっきまでいたはずなのに気配がない。人の話し声がすると思ったらラジオだった。ふと父の視界の隅で何かが動いた、と思って、そちらを見やると、一階に店を構える民家の窓のカーテンが、閉じられたらしく揺れていた。それに気づいてから他の店の上階もよく見ると、窓の向こうの部屋の奥に人がいた。みんな年寄りで、昼間見た顔もあった。そのいくつもの目線が、どれもが無表情で父と母を見下ろしていた。母も同じ光景を見ていた。あの鳥居の下へ行くことを二人に勧めた人たちが、感情のない目で睨んでくる。その意味がわかる前に、母が父の背を押して、我に帰った父と共に走り出した。俺はというと、あの叫び以降何の異変もなかったという。海に水があったことより、あの神社進めといて町の人みんな、海に入るとこ見てたことの方が怖かった。本当は最初から人はいませんでしたって方が、怖くなかったかもしれん、というようなことを、母が笑いながら言ってたし、あんたがおらんかったら、お父さんあのまま沈んでたわ、とも言ってた。でもいくら調べてもそんな神社見つからないし、なんなら神社じゃないのでは？と思う。魔女のイメチェン。友人 N 子が、ある日、突然すごいイメチェンをして投稿してきた。魔女仲間の N 子は、それまで化粧やオシャレに興味がなく、常にすっぴんで髪も染めず、腰あたりまで伸ばし放題で、服も黒系統の、地味な服を着てくることが多かった。そんな N 子が突然化粧バッチリしてきて、服やアクセサリーも派手な感じで、髪もバッサリ切って明るいショートにして、おまけに、パーマも当ててくるという大変身を遂げ、周囲の友人はみんな驚いていた。私も、つけまつげバシバシで、胸ぐりが開いたキャミ、ショーパンといった、おしゃれというよりはケバくなった N 子を見て、はじめは N 子だとわからずドン引いた。当然、私を含めた友人みんなが、どうしていきなりおしゃれに、目覚めたのか N 子に聞いたが、N 子はいつもお茶を濁していた。もともと N 子はおとなしい性格で、友人たちも似たような性格の子が多かったため、次第に N 子は周囲から敬遠されて、孤立していったが、それでもケバファッションをやめなかった。その後しばらくして N 子が学校に来なくなり、悪い恋人ができて駆け落ちした、お水なバイトを始めた、借金ができて夜逃げした、などという嫌な噂が広まったが、N 子が退学してからはその噂もすぐに消えた。それから数年後、とある縁があって私は N 子と再会し、一緒に私の家で飲むことになった。相変わらず N 子はケバファッションのままで、さらに整形もしたようで顔も少し変わっており、もう過去の N 子の面影は、ほとんどなかったように思う。
私は、どうしてそんなイメチェンをしたのか、尋ねてみた。N 子は初めはごまかしていたが、R さんには話した方がいいと思うから、と、酒を飲みながらぼつぼつと、イメチェンの真相を話してくれた。ある日の深夜、バイトを終えて自宅に向かっていた N 子は、帰路の途中にある小さな山で、奇妙な人と遭遇した。それは白い着物のような服を着た中年の男性で、片方の手には人形のようなもの、もう片方には金槌を握って、山中の歩道をうろついていたそうだ。白い着物の男は N 子に気づくと、こちらに向かって走り出したので、N 子は必死に自転車を漕いで逃げた。その時の N 子は、あの男はおかしな格好をした不審者か、病院かどこからから、逃げ出した人だと思っていたらしい。白い着物は病院着っぽくも見えたので、N 子はしばらく漕ぎ続けていたが、上り坂だったこともあり体力がつき、後ろを振り返って、男がいないことを確認してから、立ち止まって休憩することにした。しばらく息をついてから再出発しようとすると、前方数十メートル先に人がいた。あの男だった。男は舗装された歩道ではなく、獣道を通って N 子を先回りしていたようだった。N 子は必死に来た道を引き返して逃げ、その日はバイト先近くの満喫で一夜を過ごした。あの男はいわゆる、牛の国参り、をやっており、N 子はそれを目撃してしまったらしい。牛の国参りは、他人に見られると、自分に呪いが返ってくるらしく、もし見られた場合は、見た者を殺すしかないそうだ。自分の顔が、男に覚えられていることを恐れた N 子は、満喫近辺の美容院が開いてすぐに駆け込み、ヘアスタイルとメイクをしてもらった。服も手近にあった店で、できるだけ麻薬の印象になるものを購入し、カバンも買い替え、自転車は捨てた。それからというもの、N 子は男が自分を殺しに来ることを恐れて、当時の、N 子、とは、麻薬の姿をし続けているというのだ。その話を大真面目にする N 子を、酒の入っていた私は笑い飛ばした。どう見ても被害妄想オツで、心配性にしてもやりすぎだと。そういう私の顔を見つめて、N 子は申し訳なさそうに言葉を続けた。あの男は今でもあの町にいて、私のことを探している。R さんは気をつけた方がいい。当時の私と少し似ているから。睨む自殺者。全然見知らぬ他人なんだけど、ビルの警備やってた時、そのビルで飛び降りされた。大きいビルだけど夜誰もいないから、基本宿直一人、何かあったら本社から応援って体制でやってて、飛び降りたのはそのビルに勤めてるやつだった。帰ったふりして実はまだビルの中にいて、真夜中に飛び降りた。見回りの時気づかなかったのか、本当に見回りしてたのか、って話になって、ビル内の防犯カメラ調べたら、そいつは一箇所に隠れるんじゃなくて、俺の後を追うようにして移動しながら隠れてた。いわゆる疑似ストーカー状態で、飛び降りる時なんか俺が部屋にいるのを、確認してから飛び降りてた。その時の表情とかもカメラに映ってて、画質の悪さなのか俺の思い込みなのか、すごい目つきで俺睨んでるの。もうその場でゲロ吐いて、責任取ります、って言ってバイト辞めた。割とトラウマ。